ヨハン3世のサインヨハン・シュトラウス3世は、オーストリアのウィーンを及び、ドイツのベルリンを中心に活動した指揮者、作曲家。ポルカ、テープは切られたで知られるエドアルト・シュトラウス1世の、長男である。また、ワルツ王ヨハン・シュトラウス2世とヨーゼフ・シュトラウスの甥い、ヨハン・シュトラウス1世の孫、エドアルト・シュトラウス2世の叔父にあたる。もっぱらセミクラシックの指揮者として知られるが、 当初は主に作曲家として活動した。彼の作品としては、ワルツ、世界は勇者のものや体感式のワルツなどが比較的よく知られている。今のところシュトラウスファミリー最後の作曲家である。なお、毎年元日に開かれるウィーンフィルハーモニー管弦楽団によるニューイヤーコンサートは、ヨハン・シュトラウス一族の楽曲を主として演奏することで知られるが、これまでに ヨハン三世の楽曲が演奏されたことはない。ヨハン三世1866年2月16日、エドアルト・シュトラウス一世とその妻マリア・クレンカールとの長男としてウィーンで誕生する。父エドアルトからは音楽家となることを望まれなかったが、幼い頃からピアノとバイオリンを教えられ、後にナウラナル教授の下で音楽理論を学んだ。 1876年から1884年までの8年間、おじよはん2世やヨーゼフと同じく書店ギムナジウムに通った。1894年から3年と3ヶ月の間には、母、マリアや弟ヨーゼフと共に総額73万8600クローネという父の莫大な財産を浪費し、父を財政破綻にまで追い込んでしまったこともある。 ウィーン大学でわずかな期間だけ法律を学んで退学した後、オーストリア帝国文部省に会計士として勤めた。そこそこの昇進はしたが、シュトラウス家に生まれたヨハン三世はかねてから音楽家としての生活に多大な関心を抱いていた。父のエドアルトは兄は私の息子について口出ししたことはなかったと否定しているが、後年にヨハン三世はこのように回想している。 オペレッタ、猫と、ネズミオペレッタ、猫と、ネズミ曲不1898年の初め、ヨハン三世は三幕のオペレッタ、猫とネズミの作曲に取り掛かった。オペレッタの台本に強い印象を持ったおじヨハン二世は、弟エドワルトに当ててこう書いた。台本は、優れていると思う。私も何年もの間、良い台本を探していたのだが、ダメだった。 ヨハン三世は私よりも運に恵まれている。彼のまさしく最初のオペレッタは大成功だよ。1898年12月23日、猫とネズミはアンデアウィーン劇場で初演された。演出、配役、台本いずれも大好評だったが、作曲家の貢献度についての評価は様々であった。地味ながらも楽しい旋律が詰まっていることは、 認められたが、特に、ノイエフライエプレッセの音楽批評家は、次のように不満を述べた。筋は、もっと早く進めることが必要だ。長ったらしい歌が、あれや、これや、しょっちゅう出てきて、いつも中断され、一向にはかどらない。作曲者は、親の七光を背負っているのだから、デビュー前にもっとしっかり自覚を持たなければならないとか、客席では色い々ろいろ厳しい声が聞かれた。 この名前で売る商品は用途句肉であってはならないのだとも。もし、シュトラウス氏が血迷って自分には大変な才能があると思い込んでいるとしても、まずは偽名でつつましやかに登場した方が奥ゆかしくはなかったか。彼が本当に世に認められるか、見極めをつけるためにも。ヨハン三世自身もこうした批判があることは知っており、1899年1月6日に、 友人にこう手紙を書いている。とにもかくにも14回の公演が持てたのは、一えに優れた制作のおかげと感謝するしかありません。オペレッタの劇中に登場した旋律から作品級までが生み出され、初演と同時にピアノ譜やオーケストラ譜が出版された。1899年、ヨハン三世は文部省を退職して音楽に専念することにした。しかし、デビューしてからわずか、 半年後の同年6月3日に、おじヨハン2世が死去し、ヨハン3世は、ワルツオという最大の後ろ盾を失ってしまった。1901年には、父エドアルトも引退を表明する。初期、作曲と演奏旅行ヨハン3世、ヨハン3世20世紀初頭まで、ヨハン3世は、精力的に作曲活動に励んだ。1900年2月12日、 ブタペストで自作のワルツ、ウィーンからの挨拶と、ワルツ、世界は勇者のものを振って指揮者としてもデビューした。ワルツ、世界は勇者のものはかなりの人気が出て、ヨハン三世の代表作となった。同年、オーストリアやドイツを6ヶ月にわたって演奏旅行した。この演奏旅行によって、ワルツ、ウンターデンリンデンなどが誕生した。1902年、ルーマニア、 ブルガリア、オスマン帝国へ、演奏旅行に出かけた。この際、ソフィアの工業士が五千フランを持って、行方をくらまし、ヨハン三世は損害をこむった。同年、イギリス国王エドワード七世の戴冠式のため、楽団を引き連れて、ロンドンに渡り、コンサートと夕食会に出る契約を取った。戴冠式のワルツを作曲して、国王夫妻に検定したが、国王の急病により、 体冠式は延期され、式典参加のキャンセルのために大赤字を出してしまった。この体冠式のワルツを最後に、ヨハン三世は作曲をやめ、式の方に活動の場を移していった。中期、式と録音1907年、祭司と共にベルリンに移住し、以後はそこを活動の中心とした。ヨハン三世とその楽団はベルリンを基地として、 ヨーロッパ中を演奏して回るのが常となった。第一次世界大戦が勃発するとドイツのコンサートホールは陸軍病院として挑発され、ヨハン3世は楽団解散に追い込まれた。1915年秋から1916年5月末までは小規模な室内アンサンブルで演奏し、以後は主として客演指揮者として活動するようになった。1916年、 父エドアルトが死去する少し前にウィーンに戻ったが2年も経たないうちにまたウェルリンに帰った。ヨハン・シュトラウスという大きな名前と大きな遺産の守護者としての自覚からヨハン・サンセイは一家の音楽を引き続き活性化させようと努力した。1921年から1925年にかけてのヨハン・サンセイの活動は特に旺盛で、 ドイツだけに限定しても187もの違ったオーケストラを指揮した計算になる。ヨーロッパ中を駆け回ったヨハン三世だったが、ジャズの本場であるアメリカへの巡業には極めて消極的だった。1914年7月にアメリカ巡業の話が持ち込まれた時もヨハン三世はこれを断った。ヨハン三世がアメリカへの演奏旅行を実行したのは、 1934年11月になってからのことであった。中期のヨハン三世は積極的に録音活動も行った。1903年4月、ドイツグラム本からヨハン三世の指揮したシュトラウス一族の作品のレコード8枚が発売された。1909年、トーマス・アルバイジソン・ナショナル・フォノグラフ社と専属契約を結び、 エジソン・ベルリン・レコーディング・ラボトラリーの相談役、古文役も務めた。契約を結んでいた3年間、ヨハン・サンスイは、自身の還元楽団と共に158もの老館に、録音した。彼がこの間に演奏した作品は、シュトラウス一族のものだけではなく、レハール、ワルト・トイフェル、リンケ、スッペ、ツイーラー、ベルリオーズ、ショパン、サン・サーンス、フロトー オーベールなど多岐にわたる。ヨハン三世の今日最も有名なレコードは、1927年にロンドンで作られたコロンビアレーベルのための18曲の録音である。後期、国際的名声の確立メディアを再生するハーグの中央駅に到着したヨハン三世演奏を指揮するヨハン三世勢力的な演奏旅行とレコーディング活動により、 晩年のヨハン三世はその国際的名声と人気を大いに高めた。ヨハン三世自身も指揮者として獲得した高い評価に満足し、1928年1月にウィーンでこう述べている。1931年8月1日、新しいウィーンの私立スタジアムでの野外コンサートに登場して800人編成という巨大オーケストラを指揮した。 5年後の1936年3月1日には、ウィーン・ラクユー協会での、シュトラウス音楽の夕べを指揮し、いくつものヨーロッパラジオ局から放送された。ナチスドイツがオーストリアを併合した、翌年の1939年1月9日、ヨハン三世は、ベルリンにおいて72歳で死去した。ヨハン三世の死をもって、祖父ヨハン一世のデビュー以来120年にわたって、 連綿と続いてきた、シュトラウス一家の伝統が途絶えた。ちなみに、有名なウィーンフィルニューイヤーコンサートの歴史が始まったのは、偶然にも、この1939年の大晦日のことであった。かつて、ヨハン三世がデビューした際に批判記事を載せた、ノイエフライエプレッセは、1939年1月16日付の死亡記事で次のように個人を称賛した。彼と共に、 ウィーン音楽を代表する施設は死んだ。彼は偉大さの証拠である謙虚さで、彼自身の創作的野心を置いて、偉大な先祖たちの作品に奉仕し,し、シュトラウスの音楽の指揮者として、世界に喜びと高揚とウィーンの霊感を与えた。1894年4月17日に、マリア・エミリエ・カロリーネ・ホーファーと結婚し、妻との間に4人の子女を設けている。 ヨハン三世の没後、老いのエドワルト・シュトラウス二世が指揮者としてデビューした。エドワルト二世は、ヨハン三世の子だと解説している書物もいくつか存在するが、ヨハン三世の次男のエドワルトは、生後間もなく養成しているためこれは誤りである。オーパス10から23は、欠番となっている。ありがとうございます。